こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。最近、よく耳にするのは、強襲揚陸艦や軽空母など原子力空母での運用ではない話題が出てきています。つい最近、英国のクイーン・エリザベス空母に、F-35B 戦闘機を満載しての北海での訓練は圧巻でした。日本においても護衛艦一、物回収が行われていますし、防衛費概算要求にも、21年度 F-35B 戦闘機2機の購入金額が出され、とうとう、日本も本格導入になる。しかし、強襲揚陸艦級が現在稼働し始めている中、原子力空母の運用のあり方が見直されてきた。米国も今後の運用を変化している。世界的に見ても空母のあり方が変わってくると考えます。では、今回はその原子力空母に焦点を当てて話していきますね。アメリカ海軍の最新鋭大型原子力航空母艦であるジェラルド・フォード級の2番艦ジョン・ F ・ケネディが2024年の就役に向けておおむね予定通りに工事が進捗していると報じられた。2020年7月にはこのジョン・ F ・ケネディにおいても当時連続してていた火災事故の発生が報じられ、建造工事への影響が心配されたが、これは小規模なもので大事には至らなかった様子だ。ジョン・ F ・ケネディを建造しているのは1番艦。ジェラルド・フォードと同様に全米最大規模を誇る民間造船所。バージニア州のニューポートニューズ造船所である。ニューポートニューズ造船所はハンティントン・インガルス。インダストリース社が運営する施設であり、アメリカ海軍の大型航空母艦を建造可能な設備を有する唯一無二の存在だ。現状ジェラルド・フォード級航空母艦は、このジョン・ F ・ケネディに続き、3番艦、エンタープライズ、4番艦、ドリス・ミラーまでの4隻の建造が計画されている状態である。ジェラルド・フォード級航空母艦は満載排水量が10万1600トン。全長が337メートル、前台が78メートルという艦容を持つ世界最大の軍艦であり、各種航空機を75機以上搭載することが可能だ。前級であるミニッツ級と比べた場合に、ジェラルド・フォード級の最大の相違点として、カタパルトを従来の蒸気式から電磁式に変更したことがあり、艦載機の離発着回数を増加させている。これにより、同様の数の艦載機であっても出撃回数を増加させることが可能となり、攻撃目標に与える打撃力をさらに向上させるものとして実用化、実装されるに至っている。しかし、こうした電磁式カタパルトなどの新機軸を含め、動力系統の不具合などから1番艦のジェラルド・フォードは実戦配備に約2年の遅延が生じてしまい、一時は批判の声が巻き起こった。ジョン・ F ・ケネディは2番艦としてこうした。ジェラルド・フォードの不具合を踏まえながら建造が進められているとみられ、前述の火災以外は、
順調に建造が進められているようだ。ちなみに、ジョン・F・ケネディという官名は言わずと知れた。若くして、ダラスで凶弾に倒れた第35代アメリカ大統領の名前から、命名されたものだが、今回が初めてではない。一代目のジョン・F・ケネディは、キティ・ホーク級航空母艦の最終4番艦として、1968年に就役し、2007年に退役を迎えているが、同艦はアメリカ海軍最後の通常動力型航空母艦だった。この後、アメリカ海軍は現在も主力であるミニッツ級原子力航空母艦を建造することになり、これと初の原子力航空母艦であった。エンタープライズとの間にあって、地味な印象は拭えない。まだ未完成のジョン・ F・ ケネディは、建造費の総額が、どのあたりの金額に着地するのか定かではないが、一番艦、ジェラルド・フォードは、2019年時点で、すでに約1兆4000億円を超過している。この建造費は、例えば、海上自衛隊最大の艦艇である、護衛艦。出雲、加賀、長約1200億円であることと比べれば、実に、10倍以上にも相当するものであり、非常に高額であることは明らかだ。そもそも、前級である、ミニッツ級の最終艦、ジョージ、H、W、ブッシュの建造費が約6800億円であったことと比較しても、優に2倍以上のコストとなっており、費用対効果の低さが指摘されている。こうした建造コスト高騰の問題点以外にも、2020年3月には、アメリカ海軍のモドリー長官自身が、4番艦、ドリス・ミラー以後の同級の建造は確定していない旨の発言をし、注目を集めた。モドリー長官の発言は、ジェラルド・フォード級航空母艦の調達を4番艦以後停止する可能性を示唆したものだが、具体的なその代替策についてまで踏み込んだものではなかった。アメリカメディアの中には、巨大に過ぎるジェラルド・フォード級航空母艦では、長射程化している対艦ミサイルに対し、損失した際のダメージが大きいとして、分散化を推進する意見も見られる。これは、排水量10万トンクラスのジェラルド・フォード級航空母艦に変え、約半分の5万トン前後の航空母艦を建造し、かつ強襲揚陸艦への F-35B ライトニング2戦闘機の搭載で、これを補完するというものだ。アメリカが大型の原子力航空母艦を世界の海に自由に展開できたのは、ひとえに空母打撃群として母艦の防衛が可能なことが前提にあったが、長距離対艦ミサイルの出現でこれが困難となりつつある。このような状況は中国やロシアのミサイル開発配備がもたらした変化だということができるが、当の中国は今からカタパルトを装備した大型の航空母艦を配備しようとしている。アメリカですら、今後困難が予想される大型航空母艦による空母打撃群の展開を、未だ艦載機すら量産配備のめどがない。
中国海軍がいかに進めてくるのか、非常に注目すべき部分だろう。